じゃあ、いきますよ、はい、じゃあちょっと早速なんで、ごめんなさい、こんだけたくさんの人が集まってくれてるんで、えーとまあ、早速本題に入りたいなと思います、まず皆さん、ねえーと、エンリケさんとの、ね、動画でたくさんのコメントありがとうございました、えー、まず、えー、ちょっと僕から謝らないといけないのが、なんかどうも逃げ切らない動画になってしまって、申し訳ありませんでした、えーと、あれね、本当に事前の打ち合わせとか一切なくて、まあ、真実を伝えようと思って、撮影したんで、正直、まとまりはあんまりなかったんですよね、事前の打ち合わせとかあったらよかったんですけど、なんかそういう打ち合わせしてもしゃあないし、本当のことを聞きたか,かったんで。 えー、そういういちょっとまとめがない動画になってたんですけど、まあ、あれが、えー、リ,アリアルです、で、えーとーまあ、たくさん、ね、コメントを受けました、あの動画、コメント、もめちゃくちゃコメントが入ってきてて、えー、とーたくさん、ね、コメントいただいたので、それに対しても、えー、答えていきたいです、えー、まず結局済まわせてるのかってことに関して言うと、えーまあ、具体的に日付で言うと、僕9月の上旬ぐらいまで、えー、とスペインに行ってたんですよね、イビザとかに行ってたんですよ、これ、動画出してるか、スペイン編はもう出してるか、これから多分イビザに行ったやつも出すと思うんですけど、行ってて、まあ、その時に共通の知人から、えーとまあ、ちょっと ままっっってててくれれれこことででで言言われましたこれはまあ動画でも言ってる通りですで、まあ、青尻ヒルズの一室に阿ボさんが住んでたんで、阿ボさんちょっと出てってもらって、まあ、とりあえずなんか困ってる人助けると僕結構思って,て、ていつでも困ってる人は助けたいなって思って、それは自分が困ったことがあるからなんですけど、まあ、部屋を貸してあげたことがあります。でそこから何人しかいたみたいなんですけど、今はもういないです、結論から言うと、今はもういないです、はい、青尻ヒルズにはいません。 イイです。で、僕はあの動画撮ったのは帰国してからえすぐ撮ったんですけど割とすぐ撮ったんですけど、えー、と初めてあの時に n ケジャんに会いましただからあんまり何も話を分かってなかったんですよねあんまり話が分かってませんでしたで、えー、あれから時間が経って何日か経って僕なりに視聴者の方から DM もらったりとか調べて、えー、なんとなく事態が分かりましたそれを受けて今話していますはいだからあの動画の時は僕はあんまり話分かってなかったんですけど今回はある程度話を分かって、えー、話していますでえっ、ー、とね まずね動画でも言ったんですけどこれまずたくさん被害者がいるんですよ。 たくさん被害者がいます、DM もたくさん来ました、例えばある方なんかは自分が一生懸命お金を貯めて夢だった美容サロンをオープンしようとしました、それで2000万円をエンリケの買取事業に出しました、で、結局お金が返ってきません。どうしたらいいですかとか、例えば他の人で言うと正直、全財産をそのお金も出してしまっていくらかちょっと忘れちゃいましたけど数百万っって言ったかな、数百万円のお金も全財産を出してしまって明日からもう生きるお金もありません、本当に死ぬしかありませんみたいな人もいました。 えつまり何が言いたいかというと、これって人のやっぱねあの詐欺ってねあの、まあ、経済的な殺人って言われてるんですよ、詐欺って経済的な殺人って言われてるぐらいすごく重いことです、まあ、僕自身の経験なんですけど、僕も24、45、えー、の時かな、えーまあ、2億、3億でいくらだったか、その本に書いてあるんですけど、えー、と数億円をね,ですね騙されて、騙し取られたことがあって、本当しんどかったんですよ、だから詐欺にあってお金も騙される人の気持ちは、ある程度僕は分かります。だ、はい、だから相当苦しいんですよねだって ねえ一生懸命自分で稼いで真面目に稼いだ貯めたお金が取られちゃうんだよで、お金も返ってこない、連絡もつかない、そりゃ怒るよねっていう話なんで、まあ、被害に遭われた方がどんぐらい見てるか分かんないですけど、まず前提として、詐欺はめちゃくちゃもうあダメ本当経済的な殺人なんで、もうやっちゃいけないこと、ナンバーワンぐらいやばいことだと僕は思ってます。はい